どうも皆さん、こちらパラデンと申します。今回ですね、こちらの世界の遊び大全51っていうのをやろうと思うんですけれども、こちら世界中の、ゲームだとか遊びボードゲームとかですね、そういうものが定番のものからあまり知られていないものまで51種類収録されているということで、ちょっと早速やっていこうかななんていうふうに思っております。それも1台かな、これなんかオンラインでできる、オンラインでね、1人でやっていこうかなっていうふうに思っております。僕たちが暮らすこの地球、この地球上で僕たちの祖先は石や紙を使ってさまざまな遊びを生み出してきたんだ。そんな世界の遊びを紹介するのが僕、遊びガイドのラッセル。君のことを少し教えてもらえるかな。人形が、なるほど、こんなちっちゃくないよ俺。女性があれ、ここで世界情勢的に黒人を選んだ方がいいのか、それとも白人を選んだらダメかな。いいじゃん、このおっちゃんいいね。短パンで、半袖短パンのおっちゃんいいね。僕これにしようかな。肌の色、すげえ、金髪いいかな。肌の、ここはガングロでもいいんだけど、じゃ肌の色はこれにして、好きな食べ物。なるほど。好きな食べ物か。俺、ラーメンは好きだよ。寿司も好きです。麺系。そば、ラーメン、寿司。どうしようかな。じゃあ、とりあえず寿司にしとっか。寿司で。欲しいものね、今、これ、一個ずつ見ていこうよ。宝石、腕時計、洋服、ゲームソフト、おもちゃ、本、漫画、ギター、ぬいぐるみ、スマホ、カメラ、アクセサリー、ロードバイク、家、犬、猫、身長、プール、多肉植物、癒し、天才的な頭脳、別荘、割れた腹筋、絶対音感、料理スキル、プライベートジェット、テレパシー能力、タイムマシン、永遠の命、愛、この世界すべて。やっぱ僕はね、物とかじゃないと思うんですよ。ということで、今回私は愛を欲しいものにしようと思います。俺は愛が欲しい。君の好きな場所は？南極でもいいんじゃないの。好きな場所でしょ、中心じゃなくて。待って、この辺とかにしたらいけないみたいな感じでしょ。この辺とか、あとどこだっけ、この辺かな、南極にするわ。昭和基地って確かこの辺じゃなかったっけ。いや、もう、ここで、いいね、オッケー。これがマイフィギュア。ゲームの成績を確認できるよ。マイフィギュアの内容、プロフィールと最高記録などはオンライン上で、早い。よし、俺好きな場所が南極に、世界で一番、なんだっけ、じゃあ宇宙よりも遠い場所っていうアニメ好きなんだよね。おや、この音は。最初の遊びガイドが到着したみたいだね。まずは彼らのおすすめを聞いて遊んでみるといいよ。では僕は、また後で。じゃあまずこいつにすぐに遊べる世界の、世界には知られていないだけで楽しい遊びがたくさんある、まずはすぐに遊べるものをセレクト。任天堂の、日本に来るとこういうものが、へえ、待って、え、お、あ、呼んじゃった。お、なるほど。おー、なるほどね。すごいね。すぐに遊べる。おすすめ地球時。すぐに遊べる世界の遊び。知らなくてもやってみれば楽しい。世界の遊びをセレクト。マンカラってね、アフリカで。へえ。これなんか説明とか。マンカラ。じゃマンカラからちょっと やってみようかな。こうやってなんか説明。種まきのゲーム。それがマンカラ。種まき？種まき？ああ。取った石を一つずつ置いていくのね。無造作に置いて。持つ石は自分のポケットから選ぼう。ポケットって、そこだよね。6つのうちから選ぶのね。それを自分のゴールに集めていくんだ。なるほど。でも。わかった。で相手と差がつく。このゲーム最大のポイントは何？
空きポケットに最後の石が入ったら横取りだ。え、どういうこと？相手のポケットの石をゲット。え、どういうこと？相手の石が取れるんだ。あ、そうなの？向かい側がってこと？意味わかんないんだけど。どちらかのポケットから石がなくなったらゲーム終了。ゴールに石の多い方が勝ちなのね。あとはやればわかる。やればわかるじゃない。うん、なんかできそうな気がする。これがマンカラ。お、あ、まずはプレイしてみようか。なんかあれ、自分のところからみたいな。おお、すごいなんかリアルだね、あのテクスチャーが。お、あ、これどうやって操作すればいいのかな。お、あ、アシスト、あ、いや一応、お、お、あ、お、あ、いやでもあれ通れるんじゃないこれ。あ、あれ、お、お、お、あ、え、これで、え、どうすんの。お、でも今のところ俺勝ってそうな感じだけど、これできるだけさ、これ多いやつを取ってった方がいいんじゃないのこれ。で次こっち5、じゃあ次こっち、めちゃくちゃ溜まってんじゃん。俺全然ないんだけど、俺向こう取れないんだよね。いや、こうしていくしかない。横取り。あ、横取りした。相手のポケットの石をゲット。おー、やった。あ、やった。おー、おー、もう勝ちじゃない。すげえ面白いなこれ。おー、やった、ぴったりゴール。タリーゴール。へえ、なるほど。これだからもう一度、あ、でも2個これでいけでしょ。えい、ぴったり。あ、やった。じゃあもうこれで。そう、だからそのこの玉がなくなるまで落とそうよみたいな感じなんだね。おお、横取りされちゃった。横取りってどういうあれなんだろうね。あ、これ横取りできんじゃないのこれ。お、やったー、やったぜ。もう勝ちでしょ。終わり。終わりでしょ。あ、残った石を移動します。おお、39 やった。面白いじゃんこれ。世界中で遊ばれている。アフリカやアジアだけでなく世界中で遊ばれ、そうなんだ。今ゲットしたのは誰かに言いたい、ゲームのトリビア、ドヤ知識。たくさん遊んでどんどん集めよう。LR でいつでも見直せるから誰かと遊ぶときに教えてあげよう。あ、39点だって。あ、強いが追加されたね。じゃあちょっと他のやつもやろっか。ドット&ボックス、紙とペンで遊ぶ油断禁物の陣取り合戦だって。ドット&ボックス、あれかな、なんかあの丸バツゲーム的なニュアンスでいいのかな。このゲーム知ってる？知らない。え、これ何？紙とペンだけで遊べるゲーム。へえ。こうやって線を引いて四角ができたら1点。わかった、やってみよう。え、こうやって連続で取るのがポイントだよ。それ先言ってよ。え、ちょっとようわからんのだが、まあとりあえず、あ、待って、遊び方じゃねえ、とりあえずやってみよう。え、これなんかあれ端っこからやった方がいいんじゃないのこれ。はい、次俺はこっち取る。はい。あ、ちょ、やべ。で取る。あれ。あ、あれ。あ。
なるほど。あー、なるほどなるほど。だからそっか、あの3つ目やったら囲まれちゃうんだ。なるほどね。じゃあ俺もここに、お、じゃあ俺もここに、はい、あ、なるほどな。じゃあ俺もここに、お、じゃあ俺もここに、お、いいね。相手のあれに乗らないようにな。おい。おお。互いがいいね。こう引かないね。はい。お、じゃあ俺も普通こっちだね。はい。お。じゃあ全員こっちだ。お。いけるよね。オッケー。あそこ取られちゃう。あー、どうしようかな。はあ、まあ、ここはでもいい。あ、ここでも、あ、いけそうかな。一応こう、こうつくか。お、ここい取られちゃうな。こうしようか。お、あ、いける。あ、やった、やったー、1点ゲット。行っても、あ、え、もう、あ、もう一本引けんの。じゃあどうしようかな。もう一本、でももう一本引いてもそんなに意味ないんだよな。相手から誘発させないと、これも取られちゃうでしょ。これはいけるさ。お、あー、見落としてた。くそ、うわ、うざ、うぜー、うざ、うわ、これもうどうすんのこれ。うわー、うぜー。なるほどね。うわー、やられた。海外では子供の頃にみんなが遊ぶゲーム。あ、そうなんだ。ちょっと戻ろうか。次、コネクト4。駒を落として4つ並べよう。コネクト4。はい。どっちが先に4つ並べられるかな。え、どっちが先に。はい、はい、そういう、あ、なにこれ、あの五目並べ的な感じなの。あ、並んだね。はい、僕の勝ち。あ、先に見逃してた。先にやった方がいいみたいな感じか。これがコネクト4。あ、じゃあやろっか。お、まあこんな感じで、どうしようかな。まあ、とりあえず、とりあえずこれでしょ。で俺もこう、こうして、俺もこうして、どんどん俺は、えい、えい、はい、うい、えい。あ、4つ並びそう。あ、いや、あ、やべ、あ、あ見逃してた、やば。なるほどなるほど。
4つつなげと、あ、そうなんだね。コネクト4。まあそうだね。コネクト4だから、まあそのまま直訳するとそうだよな。じゃあ次やっていきましょう。ヒット&ブロー、ノーミスオーパニックの色当て推理ゲーム。なんか昔なんかこういうゲームなかったっけ？お、またなんか。ああ、あの。車両つな兄さんじゃん。何してるの？何してるの？隠されたピンの色を当てる推理ゲーム。ピンの色を？ほら、ここ。ほら、ここ。ほら。茶色のヒットピンは茶色のヒットピンは色を持つ。白いブローピンは白いブローピンは色だけが当たってるっていう証拠なんだ。じゃあ今色は全部正解で場所が2つ違うってことね。そういうこと。そういうこと。赤は決まり全然説明聞いてない。どういうこと？色と場所。これでどうだ。あ、4色揃うといいの？あれ、何か変わったの？じゃあこれならどうだ。え、まったく。あ、あれ、おかしいな。おかしいな。じれったいな。私にやらせてよ。赤は動かしたくないからこのままにして、青は下の2つのどっちかだからこっちかな。どういうこと？あ、色が並べばいいから紫と白を入れ替えて、こういうことでしょ。あ、なるほど。なんかあの右が見本で、それでなんか答え合わせして、そっか、色と場所がっていう。なるほどなるほど。位置が、なるほどなるほどなるほど。使っている色はまあどこでもいいんだけど、でその場所とその色が合ってたらもうすごいよねっていう。ちょっと面白い。早速やってみようか。なるほどなるほど。で今ハテナってやつ、これに合わせてみろっていう感じ。まあ、一応ちょっとまあ色違いで、はい、これどうでしょう。はい、オッケー。あれ、全然ワンヒット2ブロー。あ、だから、あ、なるほど。あ、なるほどなるほど。だから色は固定されるんだ。へえ、じゃあどうしよっかな。上はじゃあ赤にしよっか。色は合ってるんだ。じゃあちょっと、じゃあ黄色抜かしてみよっか。こうしよう。はい、じゃあちょっとピンク。 OK。 あれってことは黄色は入っているんだね。なるほどなるほど。だ、赤は、赤の場所はこれでいいらしい。赤これで決定で、まあ、色、黄色減らしたから、まあ、黄色は、まあ、じゃあここに置いとこうか。他の色はちょっとやってみようか。 OK。 あれ、ヒットスリーブロー。あれ、これ場所は変わったのかな。全然ダメじゃん。あれ、ってことは、たまに変わることがある的な感じかな。ちょ、赤外してみて、じゃあ青、赤、緑、黄色、 OK。 お、ツーヒットワンブロー、やった。ツーヒットワンブロー。あれか、じゃあ緑黄色っていうあれなんだこれ多分。でねピンクとあれしてみっか。まあ、とりあえずここに打ってみっか。オッケー。あれ、ワンヒットワンブロー。どういうことか全く。え、これ固定だよね。ちょっともう一回やろう。ってことはこれは、最初に青やってこっち赤。あ、でもこれさっきと同じやんけ。
え、でもこれでいいんじゃないの。あ、同じだよね。ツーブロー、とまずちょっとこれでやってみて、まあこれどれかが違うみたいな感じなんだよ。あ、そうか、赤青で、多分どれかが違うんじゃねえかな。だからまあ、なんだろうな、ピンク、あと、あのどれかの色が違うんだよね。さっきこう色を変えてみて場所が違うっていうことだから、まあ、多分赤青はのどっちかあるんじゃないかな。じゃあ緑をやめて、ここに、どうしようかな、じゃピンクを入れてみようか。はい、あ、え、あ、全然、ちょっと多分これで合ってると思うんだけど、じゃあ、じゃあ今度は緑にしてここにピンクを入れてみようか。はい、あ、全然ちげえ、ワンヒット、全然ちげえ、むず、数学の観点から必ず5回以内の推理で、そうなの。つい、こちら、ウサギと老犬、逃げるウサギと追い込む猟犬の2人用戦略ゲーム。おー、なんかあのジャガーの車の、ウサギは反対側へ逃げれば勝ちで、うん、反対側、うんうん、あ、昔なんかマリオパーティーでこういうゲームあったよね。犬は逃げ道を塞げば勝ちなんだ。あ、そういうこと。ウサギ犬3匹だよ。ウサギはどこへでも動けるけど、うん、あの、だからまあ将棋でいう王将みたいな。犬は一度に一匹しか動けない、後ろにも戻れないんだ。なるほど、ウサギがいいわ。ね、ね、ウサギ強いだろ。ウサギ犬かわいそう。どっちつかず。これがウサギと猟犬。これなんかフォント、俺あれなんかのキルミベイベイフォントみたいなのあんだけど、そういうなんか似てんなっていう。お、俺は、あ、俺犬かい。じゃとりあえず進んで進もう。おー、やっぱここに、お、今度さ、あ、下がれないんだ。こう、こう、いいね。こう、こう、いいね。あ、やばくね。もはやもう、もう、あ、やば。あ、ちょっともう一回、ちょっともう一回して。あ、あ、ウサギで、あ、ちょっと俺ウサギでプレイしたい。お、いいね。あ、やば。あ、やば。あ、あ。でも面白いよこれ。やったー、勝てた。とりあえず、まあ、将棋のあれだよな、なんか動物将棋みたいだっけ。あ、もうこれくらいか。とりあえず戻ろっか。お、あ、あ、めっちゃある、あ、めっちゃある、 めっちゃあるじゃん。おお、さてこちら次はですね、 VS タンクをやっていこうと思います。地形を生かして隙を作るワンオンワンの戦車バトル VS タンク。これめちゃくちゃあれだな、初めてのウィーなんかにあったよね、こういう系の。ラジコン戦車で一騎打ち、やるやる、撃て撃て。ワールドオブタンクスじゃんこれ。ワールドオブタンクスじゃん、パンツァー4じゃん。実は上にも撃てる。あ、ずるい。あ、上に、あ、なるほどね。
これ遊ぼうよ。めちゃくちゃ面白そうじゃん。どう操作すんのこれ。お、あ、なるほど。あ、前進。なるほど。こうね、相手のあれをつくわ。おい、バカめ。あ、え、あ、生き返んの。どれだけ敵を倒されるか的な感じか。なるほど。この城壁を。あー危ねえ危ねえ。あー危な。こうしてね。ここでいける。はい、バーカ。いい、これいいね。バーカ。これはめ打ちできるでしょ。あ、危ね、危ね。あ、跳ね返るし。やばいやばいやばい。ドローで終わっちゃうね。あ、やばいやばいやばい。やばいやばい。これで。いけ。あーし、よーし。危ねー。これ面白いな。ラジコン、ラジオンマンス。あれだね。ラジコンの意味を教えてもらったわ、このゲームに。ありがとう。さて、あー、壁を壊していくゲー。これ簡単でいいよね、操作が。ええ、ええ、連打して。はい、バーカ。やばいやばい、守りを。ええ、バーカバーカめ。これはめ打ちできるでしょ。おい、あ、はめ打ち。ええ、これで、ええ、どうだ。これはめ打ちできるでしょ。バーカこれす早くも攻略してしまったぞ。これバーカ。これいいね。これクソ面白いわ。はい、スコアが楽しい。あたり、あー、まあいいや、まあいい。7 いいね。このワールドオブタンクス面白いわ。大きい、重たい、世界で一番大きいラジコン戦車は250。へえ、戦車の知識みたいな言うのはダメだか。あの、どこどこの国の戦車はあれでどうでみたいな。これ普通に横からさ入ってって、まあ、こいつの動きでもよるけど、こうしてこれでいける。おい、バーカ。これでいける。バーカバカかこいつ、バカかこいつ、バカじゃねえのこうはめられるぞこれ。バーカ。残り30。これクソ面白いわ。はい、こいつ、おい、よし、11点。いやー面白いね。プロポラジ、ラジコンを操作する機械のことをプロポーション、プロポーショナル。へえ、リバーシアっていいですか。ちょっと最後にリバーシアをちょっと やろうと思います。リバーシアもう言わずもがな日本発祥のねゲームですよ。これ知ってる、知ってる。相手の駒を挟んでひっくり返すゲームだよね。言わずもがな、うん、いつも最後にこれ説明見るのも楽しい。負けちゃうんだよね。あ、加藤取ればいいね。それって取られちゃうからじゃない？それ一個だよ。隅っこ？なんかこの、なんだろう、あの声帯を使わない声が。取れば。取れば。一気に大逆転できる。もういいよ、もう小学生。先手はまあ俺でいいや。あ、やばい、あ、ペットボトルが。
じゃあ、俺が黒か。じゃまずここね。おお、はいや、さすがコンピューターだから。俺はまあ角取られそうだから、じゃあここで。おお、やるじゃん。お、ここで。おお、こう。あ、いいね。あ、おお。おー、あー、やべ、あおお、あ、早くも、おお、こ、あ、あー、角取られそう、やば、あー、取られた、悔しい、これ、あ、角取られた、やば、強くないこれ普通に。お、こう、こういくしかないでしょ。うわあ、やばいやばいやばい。パス。え、あ、やった。あ、やっぱ。パス。強これどう？あリバーシはイギリス、あ、そうなの？え、日本生まれって聞いたけど。ピアノ。ピアノって何？これがピアノ。ピアノの説明を。ちょっとそれだけ？うん。何か説明して。これが発見で、これが国権で、もうええわ。黒人なのに、まあ別にいいか。並べて遊ぶとってない。みんなのスイッチ持ち寄れ、本格的なピアノへ。これを、いや、そこまで、そこまでする必要ないでしょ。ねえねえ、みんなピアノするからさ、スイッチ持ってきてよ。ということで、以上でこちらの動画は終了にしていこうと思います。また次回はですね、いろんなこうやってね、例えばなんだろうな、ゴルフとかビリヤード、ボーリング、この辺をね、やっていこうかなんていうふうに思っても、トイベースボールなんか面白そうだね。ということで、今回の動画は以上で終了にしていこうと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。